日本の次期戦闘機開発予算914億円が閣議決定されたという情報をキャッチしました。今回は、この次期戦闘機開発について、見ていきたいと思います。F3 戦闘機の開発が、次のステップへの土台となり、次の F4 戦闘機は、完全な国産化を目指すという話が出ています。ただ、現代の状況を考えると、戦闘機がこれからも必要かどうかは疑問です。新進プロジェクトの XF9 エンジンを活用し、もっと早く国産戦闘機を実現できないのかな。2023年12月22日、政府が2024年度、令和6年度防衛予算案を閣議決定したことが発表されました。それによると、2024年度防衛予算案は、総額7兆9496億円の巨額に上り、過去最高金額になったそうです。その中で、640億円が、日本が、初めて、イギリス、イタリアとの共同開発を進めている次期戦闘機の基本設計及びエンジンなどの開発費用に充てるとされています。さらに、次期戦闘機の関連費用として、イギリス、イタリアと共同で設立する予定の共同開発機関への拠出金42億円が計上されました。これは、概算要求から2億円の上積みとなっています。また、次期戦闘機と連携して運用する予定の無人航空機研究など関連 AI 技術研究費として48億円を計上しています。そして、次期戦闘機に搭載する予定で、日本独自に開発を進めている次期中距離空対空誘導弾用に184億円を計上するなど、総額914億円に達しました。8月末の概算要求に4億円も積み増ししたことになります。次期戦闘機開発計画は、グローバル戦闘航空プログラム GCAP、GCAP という呼称で進めていくと、日本、イギリス、イタリアの3カ国政府から、2022年12月、発表されていました。2023年12月14日には、3カ国の防衛省が、次期戦闘機開発計画 GCAP を合同で管理する機関として、GCAP、GCAP 政府間機関、本部はイギリスを設立し、初代トップには日本人を置くと発表しました。日本の次期戦闘機開発の流れを紹介します。2035年には、現在運用している準国産 F2 戦闘機の退役時期になるので、その後継機を準国産で開発したいということから始まりました。アメリカ製戦闘機の購入やライセンス生産ではないということです。当初は、F1 戦闘機から F2 戦闘機へ受け継がれてきた準国産戦闘機の流れを受けた開発だったので F3 戦闘機と呼ばれていましたが、2010年平成22年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表、将来の戦闘機のコンセプトモデルとして I3 ファイターを提唱しました。I3 ファイターの技術研究は、機体のステルス性研究、開発は、当時の防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が主体になり、三菱重工業がステルス実験用航空機 X2 を試作し、2016年4月22日に初飛行、2017年10月31日まで、合計で32回の飛行試験を行い、ステルス性や機動性の検証を進めました。エンジンも国産製造を念頭に置いた上で、総発のハイパワースリムエンジンというコンセプトを提唱し、IHI が XF9 エンジンを開発しました。アビオニクス、飛行用の電子機器関連なども含めて、すべてを国内企業が主導する形が開発方針とされ、様々な関連技術の研究、開発を進めていたのです。2020年度、令和2年度、防衛予算に、初めて I3 ファイターの開発予算が計上されたことに伴って、それまでの呼称を改め、次期戦闘機と呼ばれるようになりました。そして、2020年10月、三菱重工業を開発主体として選定、正式に開発契約を結んだことが発表され、その他の企業として三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社の参画も明らかにされ、いわば、
国内企業の総力を結集して開発を進めることが決定されたというわけです。このように純国産で最新鋭戦闘機を開発する体制が整いました。しかしこれまで戦闘機開発についてはアメリカの統制下にあって F2 戦闘機も純国産でありながら、機体設計はロッキード・マーティン製の F-16 ファイティング・ファルコンの焼き直しし、エンジンもゼネラル・エレクトリック製エンジンのライセンス生産だったのです。アビオニクスなどは日本独自の技術が織り込まれてはいましたが、コアの部分はアメリカによってブラックボックス化されていたのです。こういった苦い経験から、防衛省は日本国内企業だけでの次期戦闘機開発は困難と判断、海外で戦闘機開発に携わっている企業の技術協力が必要として、今までの経緯からロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に技術提携を模索していたそうです。2020年12月、防衛省はこれまでの関係が深かったロッキード・マーティンを提携先に選ぶ方向で調整していると公表。次期戦闘機インテグレーション支援として、ロッキード・マーティンが技術を持っているミッションシステムインテグレーション、運動性能とステルス性の両立、コンピュータシミュレーションを駆使した設計作業の技術について支援を受けると発表したのです。しかし、2022年5月頃からは、次期戦闘機開発の技術開発支援企業を、ロッキード・マーティンから、イギリスの BAE システムズに変更する可能性があると指摘されるようになってきました。その理由ですが、次期戦闘機開発計画とアメリカ軍の次世代戦闘機計画との連携度が低いこと、アメリカ軍の次世代有人戦闘機の開発計画が進んでいないので、ロッキード・マーティンの関心が低いことが挙げられています。その一方、BAE システムズは、イタリアなどとテンペストと呼ばれる次世代戦闘機の開発が進んでいて、時期的にも日本の次期戦闘機開発と重なることがあり、さらに他の装備品についてもイギリスとの共同開発案件が複数進行していることも理由にされていました。2022年7月19日にはイギリス政府が日本及びイタリアと次期戦闘機の開発で協力を強化すると発表。それを受け2022年8月14日日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト計画を統合して共通機体を開発する方向で最終調整に入ったという事実が日本政府関係者によって明らかにされたのでした。こういった経緯から日本政府はここまで次期戦闘機開発は日本主導で進めると旗印に掲げてきたので、防衛省内には GCAP を合同で管理する GCAP のトップは日本が抑える必要があるという声が高く上がりました。戦闘機開発では、技術的に日本より優れているイギリスに GIGO 本部を置くことは妥当ではありますが、こういったことで組織のトップが日本人になったと思われます。3カ国の提携企業について紹介します。機体開発は、日本の三菱重工業とイギリスの BAE システムズ、イタリアのレオナルドの3社が、共同で開発を進めます。エンジン部分は、日本の IHI とイギリスのロールスロイスが中心になり、イタリアのアビオも加わる予定となっています。電子システムは、日本の三菱電機とイギリスのレオナルド UK、イタリアから、レオナルドとエレクトロニカの4社が担当するそうです。蒸気企業の中から三菱重工業、BAE システムズ、レオナルドの3社は共同企業体 JV を設立しました。本部はイギリスで、初代トップにはイタリア人がつくそうです。防衛省は2035年度までに次期戦闘機初号機の配備を目指しているようです。導入数は少なくとも約90機を想定しているようです。また、GCAP の一つ、イギリスも、現行の戦闘機ユーロファイタータイフーンの後継機として、2035年までの配備を目指しているそうです。ここまで読んできて、一番気になるのは何かと言ったら、やはり原資でしょうね。と言っても、国債発行高は、すでに限界近いということですし、やはり税金から、ということなのでしょうか。
防衛増税と言われていますが、それしか方法はないんでしょうか。他の無駄遣いにも目を向けてほしいものです。筆者は、旧民主党政権時代の事業仕分けを思い出しましたが、あれほどスピーディーに雑にしなくても、じっくり吟味して、無駄な事業や交付金などを減らすよう、努力してもらいたいですね。